トラルってあれグループサブでメリーランドで、あ、オレンジということで、皆さんこんにちは。なんかロケハンした時のイメージの感じと実際に撮って組んだ時全然違うくなる時あるから、だからでもこの2日間で撮ったやつの動きをもとにその19日の結構ショットが変わってくるから、一回撮ってなんか整理してこの動きの後こうつなげるみたいなのを考えなきゃいけないのが難しいチャレンジです。ビハインドシーン撮ってくれます。すみません。75ってこんぐらいでしょ。このだってもろあれのさ部屋ってさ、うん、机こんな感じだったじゃん。でちょっとこういう風にやってるんでしょ。こんぐらいの距離感だよ。まあいいよ、とりあえずこれでいく。多分一番便利なんだと思う。いややっぱ俺85にするわ。85がいい。85にする。大丈夫そう。やっぱ85好き。コードは力だった。まあ、こっちからの方がいい。どうしちゃった。もうこれでいいんじゃない。ちょっと加減見ながら、もうちょっと弱くて。PPQ にした。うん。髪の毛ピシャッとしてますね。昨日ね。昨日、うん、ピシャッとしてます。昨日、わーってなってました。とりあえずしてよ。朝だからか。そう、朝だから。徐々に乱れてくるんです。まあ、声かけてするぐらいは、階段登るとこから撮るんだったら。あの、あれ先回お願いします。あ、つけてるの？めっちゃいい。全部お湯です。中、多分中 の, あの昔の映像ここら辺見てたら多分中の照明消してた方がかっこいいと思います。で、これでやると多分もっと深みが出ると思うのでっていう感じ。あ、試してみましょうか。はい、ありがとうございます。これ俺らもそろそろ中入ってみるか。こっちでも、こっちの方はね曇ってないかも。みんなどう？開けこの後速攻カメラの北村でクリーニング行こうとか。どうなんだろうね。いつも行ってるところあるのからお願いします、はい、めっちゃ見たいんだけど、ね、見たいよ。ぐっ。完全変態ですよね。気にしないでください。
BTS 撮られるってことないんで。やっぱないもんすか。ないっす、ないっす。俺もないけど、なんかあんまりなんか BTS って載せないタイプの人間だったんで。あ、そうですよ、多分ね、これぐらいやる。こういう感じ、顔がずっとこっち向いてる。顔からなんかノーズダイビングみたいな、なんかヘッド、わかりました。こう行って、パッて起き上がるみたいな。わかりました。だからもしできたらかっこよさそう。これ、弾幕下ろした状態で、うん、あっちから入場シーン一人一人ちょっと、はい、撮る。こうなって、こっち向くみたいな。で、みんな準備 OK です。はい。皆さんが入場していく感じで、うわ素敵で、カメラマンがここら辺で入っていったら着席。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、今日はどうもありがとうございます。小山里の前田です。そこら辺のね、こうイケメン系をこう入れてもらったので出てきてね、イケメン系カマトカマトを持ってきてくれる。何の音だろうって。それ今日の道具ですか。いいかもしれない。カチャカチャ。ちょっとゆっくりめにそれぞれのところに入ってもらって、でそれぞれそのこう自分の席のところにこうついて、で僕のこの辺に来た時のタイミングの合図で座ってもらう。はい、うん、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。よーい、スタート。よーい、スタート。このカット OK です。次もっと顔よりのアングルいきましょうか。うん、この反射使いたいです。持ってきてみたいなとか言うの。トライさんからもう、うん、ストレスとか欲しい。もう全部出してください。あとはこう右に左にこういろいろ見ながらこうやってちょっとこういうふうになんか語りくださる。いいね。目を閉じてください。5秒ぐらいフィックスでなんか押さえてほしい。あ、もうちょっとそう目元長めに。そう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 。10秒お願いします。はい。
いいよ。はい。素晴らしい。いきます。せーの。1,2,3,4,5 決まった。ラスト。お願いします。パス OK。一発可能性はゼロじゃないですね。そして低い。いいじゃないですか。何回もやってる。どんぐらいこれ。はい。何これ何これ何があるんだろう、何が違うのか、なんかいい写真で、これ写真です、写真皆さん、今回グダグダと撮影舞台裏っていうのを初めて挑戦してみましたが、いかがでしたでしょうか。今後こういうのを作っていくんで、よかったらコメントあったもふわっとしてる。でもちょっとかっこよくなんかしてほしい。多分せいやくんだから、いやーね、どうかな。ドキュメンタリーだからいきなりこういうことやりたくない。あ、じゃあドキュメンタリーあるかな。スローモーションありますか。あるわけど